皆さんこんにちは中学校2年生社会科地理です今日は日本にはどんな地域の名前があるのかについて勉強していきますではまずは皆さん日本を2つに分けるとしたらどのように分けるでしょうか例えばこのように線を引いたとします左側と右側は何というでしょうか 右側を東日本左側を西日本という地域名はいろんな場面で使われますよね次に日本を3つに分けるとするとどう分けますか例えば天気予報などではこのように分けることがあります 左側から西日本東日本北日本などと言われますでは次に日本を7つに分けるとするとどう分けますか動画を止めて考えてみてくださいはいでは分けていきましょうこのように 赤い線で区切った地方区分をよく見ると思います。では北から順に地方名を言っていきましょう。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、 九州という,ふうに分けられますこの7つの地方区分をしっかり覚えておきましょうでは日本を47個に分けるとしたらこれはもう分かりますね日本には全部で47個の都道府県がありますということで課題その1を出します先ほど紹介した日本の7地方区分 位置と名前を覚えましょうそれから都道府県のうち都道府県名と都道府県庁所在地名役所の名前ですね役所がある場所の名前ですがこれが違うのはどこか覚えておきましょうこの課題をクリアしておくとこれからの地位の勉強がとてもやりやすくなると思いますので頑張りましょう先ほど見た都道府県や地方の名前など形式的に分けられた地域以外にも 私たちはいろいろな地域の名前を知っています。例えば、新幹線ですね。この新幹線の名前になっている東海道や山陽、これらは古代の律令制の時代から使われてきた古い地域名です。場所を確認しましょう。 この辺りが東海道、東海とも言います。それから広島県も含まれますが、この辺り、中国地方の瀬戸内海側のことを山陽と言います。それから、これは何でしょうそうですね、これはサツマイモです。サツマイモの薩摩とは、ここです。 鹿児,島ですね、鹿児島の昔の旧国名と言います。これを薩摩と言います。ここからついて薩摩芋となっています。それから、これは伊勢海老ですね。伊勢海老の伊勢はどこかというと、現在の三重県の辺りです。この辺りを伊勢というふうに言います。 広島県もかつては西側の秋東側のビンゴという2つの国の名前がありましたなんとなくいろんな場面で使われていることが思い出せますよね古い国名や地域名については地図帳のどこかに載っていると思うので調べてみましょうさまざまな特産品や交通機関の名前になっていることが分かりますよではここで課題その2です 旧国名、秋ビンゴなどや昔の地方区分、産業、東海、山陰などが使われているものを探してみてみてください。授業の内容を簡単にホワイトボードにまとめました。勉強に使ってみてください。それでは皆さん勉強頑張ってください。